天使様。それが我が学校における椎名真昼の呼び名だ。俺らには手の届かない高嶺の花みたいなもんだろ。容姿端麗で成績優秀、さらにスポーツも万能、それでいておごらず謙虚、なんたって天使様だからな。というかお隣には天使様が住んでいるのだ。仕方ない人ですね。入りますけど目も当てられませんね。さすがに放っておけません。ちゃんとご飯を食べて規則正しい生活をするのですよ。すげえな天使。その呼び方はやめてください。こうして俺と天使様の奇妙なお隣付き合いが始まった。あまねくん、あまねくん、あまねくん、あまねくん。真昼にダメ人間にされてる。降って湧いた幸運とでも思っていてください。あまねくんの